はい、次、3番の図形の相似の問題いきます。はい、次の図の三角形、ABC の面積と、BCD の面積を求めてください。分かっているところが5センチ、18センチ、9センチ、10センチということが分かっています。で、ここは直角があるので、こんな感じになってます。まあ、どう考えても相似を使って求めろっていう、まあ、問題にはなるんですが、まあ、言ったら分かりそうなのが、とりあえず、ここと、ここが相似やなと。これがありがたいことに5と10って書いとるから、1対2です。そうすると、ここが1対2です。痛いな。そうすると今度この10とここに線をここに引っ張ったとしたら、この10とここが相似、これは今度どういうふうに向かってたら、ここに相似が見えますね。ここな、相似見えやろ。これが1対2っていうことですから、ここが1対、ここも2ですね。ちなみにそしたら、ここは1対3ですから、ここの高さが 10×3 分の1ということで、3分の10になりますね、ここ。10の3分の1が10ある3やろ。OK。だから1番はもう簡単にもうこれ出たでしょ。高さが分かった以上に1番は、27×3 分の 10×2 分の1、9ですから90の2やから45になります。OK。 で次は、三角形 BCD の面積求めてください。 BCD ここやな。ここやな。でこれをどうやって求めるかって言ったら、まあ、戦略として考えていったときに、こことここがもし辺の比が分かったりしたら、この面積の、まあ、分かりますよ、もちろん。分かりますよ。分からへん人のために説明してるんですか、聞いてくださいね。ここ対ここが分かれば、この面積に対して、何対何ぼかで分けたらできるっていう問題やな、これ。高さが同じ。なあ。高さ同じやからな。ということで、まずここの面積求めちゃいましょう。ここ。10に対して、ここまで何倍やった ?3 分の10。18。10と、ここ。これ18って分かる、これ。分かる。なんでかって言ったら、ここ全体のここが27って分かってんねやろ、うん、?27 って分かってるけど、さっきありがたいことに、ここで切ったら、ここまでが1対2って分かったわけやろ。そうすると、今度ここまでが、今度逆に言ったら9で、ここまでが18なんですよってことが分かるわけ。分かるよね。そうすると、じゃあこの三角形のここのでかい面積、C、B、この辺だけ。まあ、何にしよう。E にしよう。P にしようか。E やろうかな。F にしようか。三角形 C、B、F というのは何ぼかって言ったら、18×2分の1×10 かな。これ問題やな。90。うん、18と2分の1、90だから90ですね。これ90ですと。ちなみにここ何ぼか分かる？ここ、パッと90に対して。22.5 分かる？あ、分かる？ここが 90って分かったら、ここが 22.5 ってパッと出せなかった。1対2の相似やから面積比が1対4なんで、90割る4で 22.5 な。でまあそれは聞いてないんですけども、要は次何を出したらいいか、ここ90です。でこのここ対ここが何ぼかっての分かってるわけやろ、うん、あそっか、それで比例入る、うん、そういうことですね。はい、でありがたいことに、今度はもう一回 AC 対 CD 対 DF、うん、やねんけど、まあまあここまでが3分の10って分かってんやろ。もう3分の10分かったやろ、うん、で今ほら27で9に対して18で、18がどこまでって出した、ここまでが18と9って分かったやろ。でも今度逆にここまでも18やねんやろ。今度言うたら、うん、ここでほら最初に9と18やったわけやんか、
わかる？それ計算してるわけじゃないの。今度はここの面積の今度ここ対ここを出したいわけやんか。出せる？この状態では出せる。この状態では出せる。じゃあどうやって出したい？全体4ミリ。そう、うん、全体4ミリ。うん、どうやって ACDEF ACDF にして ACDF したら1対2と1対3が見つかる。うん、2対3。あ、そこ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 27と9。実はこれ京都の学校はこういうのめちゃめちゃ好きですから、ちょっと1対2対1ってことか。説明するで、これがどういうことかって言ったら、ここ見んね、実は。そう、こことここ見んね。ああ、そうじゃ。ここ10あるやんか、うん、でこれが何ぼかを考えていいんじゃないの。ここ3分の10って分かっとったやんか。引けばいいだけやん。10やろ。ここ何ぼなん。ここそこは、3分の10かける、うんうん、3分の10かける2分の3。何2分の10さん。え、2分の3じゃない。ここが10で、ここやで、ここ。ここ3分の10って分かってんやろ。で、ここ分かる。あ、かける2分の1。5やったら3かける2分の 3。落ち着いて落ち着いてやってよ。10かける3分の2、分かった。分かった分かった。ちょっとここ消すで、ここ消すで。そっか、27。もともとの18センチ、うん、あ、分かった分かった。もともと18センチってどこまでやった。ここまでもう18センチやってんやろ、もともと最初は。ここまでも18センチやって、18と9やってんやろ、もともとは。で、今言ってんのは18と9やねんけれども、切ったところが9を作ってしまったから、9と18が2箇所できたわけやろ。18、9をこっちから18とって9なわけやろ、上は。言ったらこれはここまでで、言ったらここまでが言ったら9で、ここまでが18やったわけや、最初の図形で言ったら。で今度は9と18どう足しても27やねんけど、ここまで取ったら18ですよってこと考えたら、普通に今さっと誰か言ってくれたと思うけど、今度は隠れてる層で見てくださいよ。今度はここで見てみる。ここと元の出方見てください。そしたらこれは10に対してやけど、2対1ですから、全体の3分の2やろ、うん、ここの3分の2やから。じゃあここはっていうと 10×3 分の2なわけです。そうすると実はここは3分の10や、うん、ってなったら、ありがたいことに3分の10と10やから1対3やから、ここも1対3になるや。ここまでな、ここまでやで、ここからここまでやで、ここからここまでやで。じゃあ90はつかない。あ、だって台形の面積出るやん。うん、これが1対3で分かったらもういけるんじゃない？でもさ、もう一個左の部分出るんじゃん。そんなん線でええやん、まして。聞いてんのどこの面積求めろって書いてんの？え、BCD。BCD でしょ？ BCD でどこなんていうか、ここやろ？ここやろ？ここやろ？ BCD って。違う。そう、間違えてる？いや、違うな。BCD、ここやな。ここやな。ここやろ？え、違う。B、C、あ、ごめん、こっちじゃなくてこっちやろ。そっち。まあ言ったら、BCD っていうのは、ここ何って言ってた？ F やろ。BCD っていうのは、よく見てほしいんだけど、ここからここ引いたらいいんじゃないの？持っといたら。そういうことやろ。BCD っていうのは、全体の BCF から、BF、BCFD、ここでしょ、G にしよっか。G にしよう。G にしたいな。ここ引いたいだけやんだから、まあ言うたら、うん。で、ありがたいことに、BCD はさっき。BCD 出せるでしょ。うん、何もやった BCD が。G ってどこ？じゃあ BCD は、それ G ってどこ？それ答えじゃん。え、そこって D じゃない。D やった？ D や。あ、D や。D 引いたらいいんじゃないの。うん。な、いけるでしょ。 D でここ D にするとどういうことかって言ったら、ここの三角形からここ引いたりだけやろ。で BCF は何倍やったっけ、計算したら 10×90 って出してんねやろ、うん、だから90から目標はここ引いたりだけや、うん、
で、ここありがたいことに1対3って分かってて、ここまでの長さをここ9を1対3に分けたいだけや。1対3に分けたいだけや。2.25 と 6.75 になるや。全体の9の長さを1対3、ここまで9って分かってんねやろ、ここまで9って分かってんねやろ、どいてや。9を1対3に分けたらいいから、9×4/3 っていうことで、4分の27って分かるわけや、ここまでが。そしたら、面積はっていうと4分の27が分かったら、2分の 1×4 分の 27×10 やろ。これがここや。ここや。どういうことこれ計算したら、2と10で。BPF ってこと？だから9、引く4分の135したらいいんちゃう。そしたら、90っていうのは4分の360ですから、4分の225になるやん。うん。225やからまあ言ったら 56.25 かになるじゃないですか、という話です。これが3番の1。3番の2じゃん。なんで3番の2は違う。3番の